西木と申します。1曲目はですね、ヒップクラプトンとスピーディーウィンドの、プレゼンスオブザロードという、放題にすると神の存在っていうんですかね、ちょっとコール進行がブルースなんだけど、少しサビがっぽいような、そんなようなコール進行で、はい、曲でございます。今何人の受け止めてたの、前から肩が立つね、体の柔らかい、そうですね、スマホになってしまって、はい。続きましてですね、次の曲はですね、1983年のちょうど、ブリティッシュポップがすごく全盛の頃ですね、曲になります。カルチャークラブですね、カーマカメロンという曲です。聴いてください。生まれる前ぐらいですよ、そうだね、高校生ぐらいですから、中学生、年間違います。
はい、続きましてはですね、また同じこのちょうど入ってきた曲なんですけど、昨年も、やりました、スティーヴィー・ワンダーの曲なんですけども、パートタイムラバーという曲です。聴いてください。では続いてはちょっと
シックな感じの曲をやってみたいと思います。ボズスキャックスの We Are All Alone のプロフェッサー長谷川の歌声でお送りしたいと思います。
はい、最年少なんですけどね、最近すごい一番なんかベテランのビールを醸し出しております。はい、オンサックスマウラ。はい、今お話しになったので、お話しいただきました。まだまだもうバリバリです。長谷川教授です。こちらですね、今回実行委員長を、やっていただきました、わらわと V6 リーダーであります、ね、初代20年前からのメンバーでございます、オーギザー久保田英治。ですね、各レイちゃんと来られちゃいますので、ね、メールにして、オンドラス石川直氏。オンギザークレイジーギザー伊藤敦史。そしてですね、令和元年、クリア大ホールでボーカルとしてですね、デビューすることになりました。曲は VC ローラーズのサブレマイドなんですけども、オンボーカル笹尾郁恵。
若干ある時はね、あのハイスタンダードという感動のお話もちょっと超えてみたんですが、はい、あの今日日曜日ですからね、あのサタデーナイト土曜日だと思って明日学校とか会社とか休まないでくださいね。はい、はい、今日ですね、令和何年の B6 のステージですね、次の曲が、最後の、あ、申し遅れました、私ボーカルの串野と申します。よろしくお願いします。今日は七夕ということでですね、星にちなんだ曲で、お別れしたいと思います。放題は銀河鉄道39、ザ・ギャラクシー・オブ・39です。聴いてください。